レッツゴーキューピーをご覧の皆さん、こんにちは。キューピーこと関正史です。今回もよろしくお願いいたします。ダス、はい、あのね、はい、ちょっと今日は謝らなきゃいけないかなと思っていて。おお、何ですか。前回になるのかな、ドライバー、はい、キャロウェイのね、内訳やったでしょ、はい、その時にキャロウェイの、ね、ことラウンドしてるねって話したでしょ、はい、でそのこと、まあ、ローグ ST マックス LS よりもちょっと捕まるドライバーが欲しいんだって話して、ああいう風にいっぱい用意してもらったんだけど、その時にエビさん、うちボールもあるから、やってボールやってって言われて、今回はそのボールをやらざるを得なくなってしまってるんですけども。キャロウェイさんのボールって言ったらクロムソフトシリーズ。そう、クロムソフトシリーズ。それをね、今回こちら、3モデルあるんです。お、はい。でこれをですね、内訳してどんなボールかなんていうのはみんながやってるんで、私だったらどういうふうにボールを選んでる、それをですね、こうブツ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 言いながら、こうね、皆さんの前でお送りしようと。でこの中の3モデルじゃあるんだったら、この中でだったら私は何を選びますかということをですね、どういうふうに私がこうボール選びしているかっていうのをちょっと垣間見ながらですね、このクロムソフトシリーズの魅力に迫ってみたいと思います。ボールって大事ですか。あなたギアザルとかやってたよね。はい、やってましたよ。いや、傷ついたらボールは捨てた方がいいとかダメっていうのはブリヂストン案件の時ですよね、それ。そうです。いや、正直言いましょうか、ドライバー変えるぐらいボール違いますよ。あれ薄いな。いや、なんかでも想像つかないですよ。なんかドライバーは変えると、まあ、テクノロジーが変わるんで変わるってわけじゃないですか。でもボールってなんかテンポとか行くと、これぐらいのスピン量の人はこれが適正ですよと、このボールですよって書いてあるんですけど、いまいちピンとこないんですよ。でしょう、ね。でね、やっぱりね、ボールって一回決めるとまあ変えないの、みんな。そうですね、なんか変えないでしょ。なんか安心感がありますね、うん、うん、そう、それなんですよ。で、まあ、このね、チャンネル見てくださってる方も結構いらっしゃると思うんですけど、多い傾向だと思うんですけど、ラッキーボールで選ぶ人が多いんです。なんですか。ラッキーボールとは、使ってみて、あ、バーディーが取れたとかね、あ、パーが取れたとか、なんかなくなんないとか、ね、OB 行かないとか、そういうラッキーボールを選ぶ傾向多いんですよ。違いますか。いや、その通りです。なんか、まあ、僕はまだ全然素人なんでなくすことはありますけど、でも、うん、僕ブリヂストン使ってるんですけど、ブリヂストンに変えてからはなくす率は減りました。ほら、そういうふうに選んでるんですよ。なんかブリヂストンだとなくならないとか。そうですね。ね、そう言われてみるとそうですね。そうなんですよ。そういうふうに選びがちなんですけど、実際起きていることを、理解してどういうふうに変えればいいかなんていうのもちょっと今日お話できたらと思ってるんですけど、まあ、僕もブリヂストン使って長いんですよ。もうツアーステージの頃から使ってますから、うん、ね、まあ、割と決めて使ってるんですけど、いやね、今回ね、初めてね、心が揺れたんですよ。このクロームソフトシリーズのうちの一つをね、彼が持ってて、ちょっと使ってみてくださいよって使ったら、あれ何いいじゃんこれって、なんならアプローチのスピンはこっちの方が入るんじゃないかってぐらい。でもアイアンにはいいけどドライバーには良くないっていうパターンあるじゃないですか。あります。その時どうするんですか。それを今回はなるほど、ご説明しようと。あ、じゃあぜひ勉強したいですね。いいですね。それでは下に向かってレッツゴー。まあ、ちょっとまず1個ずつ出しますわ、じゃあね、はい、じゃあクロムソフトとクロムソフト X とクロムソフト X の LS です、はい、で、ね、今回ちょっとプロギアさんのレッドアイズって機械で打つんですけど、ちょっともともとこの機械ってなんていうのかな、オリジナルボールじゃないと反応しないんですよ。なんでかというと、こう鉛の鉄の粒子っていうのかな、 鉄粉がまぶしてあって、鉄の粒子の流れでこう読むもんなんで、普通のボール反応しないんで、普通のボールでも反応するように、ね、鉛テープを貼ります。あれ取れない、
この鉛のこのテープをここ貼るとですね、この鉛の動きに反応するんで、もうなんかフィッティングスタジオっぽくなってきましたね。気づかなかったですか？よし。ナイスキャッチです。ありがとうございます。で、これか。それ鉛貼ったら、うん、なんかスピン量とか変わる？あのね、多分ね、250ヤード先とかだとやっぱ変わるんだと思う。あのボールがいびつになるから。ただここってほらもう初速と終速がもうすぐ終わっちゃうから、だからもうほぼほぼ変わらない数値が出ると思います。はい、3つ貼りました。はい、じゃこれでシザの方行きたいと思います。計測するときにこのボールを使って、計測以外のときはこの中のボールを使います。それではまずはドライバー行っちゃおうかな。はい、ドライバーは、はい、今のところのエースですねトリプルダイヤのノーマルの9度を多分注文することと思います。マックス LS でいきます。同じキャロウェイさんのボールだから相性いいんだろうね、きっとね。そういうのあるのかね。でまず、この時に、これね、何からいくんだっけ、クロムソフトのノーマルだったか、あれどうだっけ、もう全然老眼で見えない。あ、LS だろ、これ。これが。クロームソフトからいきます。で、まず、何を、見るかというと、打感、まず感じます。ドライバー。で、ドライバーとアイアンで印象変わるんで、ドライバーの時にどうなのかっていうのを感じながらやります。あ、割とでも甲高い音するの。ボールスピード 71。 捕まらないのはいつもの私の MAX LS の傾向ですね。ちょっとスピンだけ見ちゃおうかな。スピン増えてるのかな、やっぱり。あー、スピン多いっすね。2500回転ぐらい出てますね。もう一回言ってみましょうか。クロームソフトの特徴って何なんですか？あの、基本的にはヘッドスピード帯が、クロームソフトが一番こうなんつうの低い、うん、ね、一向きでスピンもやや入りますよって感じで、これに対してちょっとヘッドスピード帯が少し上がってスピン量がさらにちょっと気持ち減る傾向なのが X で、LS はなんかフィーリングはそのままにしておいてドライバーのスピン量だけうまく減らしてるっていうふうに歌い文句で言ってます。さあどうでしょう。あ、まあちょっと同じような球ですね。あー、これはもうね、3000回転ぐらいいってますね。ちょっと球筋的にこうスライス回転だったからなおさらかもしれませんが、ちょっとやっぱスピン的には多めの数値が今出てます。打感でいうとですね、そんなに、すいません、あのものすごく柔らかくは感じません。あのこれね、感じ方って人それぞれ大きく分かれるんだそうです。私は結構音でね、7割ぐらい判断して、残り打感の感覚で3割ぐらいでトータルで割り振りしてます。ちょっと低くこう、ボールの音が抑えられてると少し柔らかく感じるっていうのが出ます。これあのどっちがいい悪いじゃないそうです。人によってかなり変わるそうなんで、傾向で言うとなんか一番柔らかいボールなんだよっていう先入観からするとそうでもないなっていうのが、今の実情ですね。はい、ちょっとアイアン打ってみましょうか。アイアンは7番です。ちょっと分かりやすいように、増田さんのマックスファスト、なんならノーメッキ。お、これが噂の。そうそうそう、スピンがね多く入るであろうこれですね。ああ、面白い。ドライバーではあんまり感じなかったけど、やっぱ打感の柔らかさはこっちのは感じますね。ただね、音がやっぱりこう残るんで、すっごい柔らかいとかっていう感じじゃない。その辺が逆にいいのかな。アイアンだと少しこう飛んでくれる感じが出てくれるんで、なんかこうひっつきすぎなくてなんかいい感じですね。これはなんか好印象です。うん、ちょっと打感知りたいんで数値取りません。取らないんでちょっとそのまま何球か打ちます。あ、なんかすごいこうフェースの上で少し持つ感じがあるけど、ちゃんと前出る感じがありますね。いや、結構反発はよく感じます。うん、割と好印象だ。でね、
数値はあのドライバーとアイアンぐらいしか取らないんですよ。でね、でもただウェッジもパターも打ちます実際に。で例えばこういうのって、自分がこう想像するような球のが出るかなっていうのがアプローチとパターではとても重要で、意外とねパターが変わるんですよ。打ち出しのスピードが結構変わったりするんで、それが自分に合うかどうかっていうのをまず見ること、それと、ボールの、アプローチになるとカバーまでしか潰れないからカバーの相性によるんだけど、柔らかすぎるとひっつきすぎてボールが上がらなかったりするのね。硬すぎるとパコーンって上上がっちゃってスピンかかんなかったりするから、そういう出玉のこう狂いがないかどうか、それちょっと今からチェックします。あ、これはねちょっと出ちゃう、ツッと出ちゃう。ちょっとこれだとちょっと球がなんつうの、あーこれはね潰れすぎちゃってて自分が思ってるよりもアプローチいかない感じですね。音はツンとこう出てしまうから、逆にちょっとアプローチのタッチ難しいな。カバーはね柔らかいんだけどな、なんかちょっとこうなんかツッと出ちゃう感じがあって、音がツッと出るからね。コンプレッションが柔らかい時に出るそのゴムっぽい感じっていうんですかね。僕は今使ってるのがブリヂストンの、ツアー B の X って使ってるんですけど、 X 打ってて XS 打ってもちょっとこう柔らかくすぎて気持ち悪い感じするんですよ。そのこう感じがちょっと出るんで、アプローチはちょっとこれ難しいな俺。なんかこう球がねこうシュッとこう出てくれるスピード感があるっていう風に感じられると、あんまり振らなくても柔らかく振っても球をね、コントロールできるイメージがあるからいいんだけど、この感じだとちょっと自分で振りに行かなきゃいけなくなっちゃうから、その分なんかこう、余計な動きをしてミスが出ちゃいそうな感じがしますね。ちょっとパター打ちます。まあ、本当はちょっとパターマットちゃんと敷くんですけど、カメラの都合上すいません。これはねダメだ、柔らかすぎる。ちょっともう気持ちなんかこう打ちごたえがないと嫌かな。こう調子が悪くなると俺こうそう割とこうそーっとこうやって打つんですよ、こうやって。その時に球がツッと出てくれた方が、もうちょっと自分のその、ストロークに対しての距離感助けになるので、だんだんショートになってっちゃう。それボールがこう前行かなくなっちゃうと気持ち悪くなっちゃうから、ちょっとこれだとやっぱ柔らかすぎるかな。ちょっとねクロムソフトのノーマルはなさそうですね、はい、次いきます。よし、じゃあ鉛付きの X 打ってみたいと思います。でもカバー側のホワッとした感じっていうのはクロムソフトシリーズの流れかなと思いますけど、その中のやっぱコアの部分のそのグッっていう反発感が X になると急に強くなりますね。なんかドライバーでもなんかこう速いヘッドスピードで振っても押し負けない感じがあってすごく気持ちがいいです。アイアン打ってみましょう。あ、スピン量見てない。これだとやっぱ2500回転ぐらいですね、大体平均でそんなもんかな。まあちょうどいいとこですね。バックスピンとかって何だろう、少ないといいになっちゃダメで、ある程度ないとドロップショット落っこってっちゃうんで、その辺は気をつけてます。なんとなくスピン量がもともと多いから LS とかスピン量が減る傾向のものを選びがちなんですけど、上の方に当たるとギャンとドロップしたりするんで、そういう危険性があるからなるべくその辺も気をつけてます。アイアンだとちょっと少しやっぱ柔らかいっすね。7200回転ぐらい、ちょっとでも多めは多め、そんなにすごく入ってない感じじゃないですね。音はなんか不思議っすね。柔らかいって言われてるソフトの方が少し甲高い感じがして、こっちの方がちょっと低い感じ、なんか球持ちもいい感じで、ある程度反発してくれるから、なんか印象的にはこっちの方が良さそうですね。
7000ちょっと切りましたかね、7000、6900ぐらいの数値が出てます。まあもうアイアンのスピン量としては一番程よいところじゃないでしょうか、はい、ちょっとアプローチパターいきます。あーいいんだけどね、いいんだけどね、飛んでる様はねいいんですよ。だけどこれちょっとね音が高い、悪くないんだけどな、まあ慣れればこれ全然いいんだろうけど、もうちょっと音がないといいなこれ。わあ結構パツって言うもんな、逆にこれがいいのかな。あのロブとかじゃなくてちょっとこう ピッチエンドランみたいなショットを打つときには多分ちょうどいいと思うんですね。ポンとズズズって、なんかあれだと球がこうスポーンって前、ロブショットだと行っちゃいそうな感覚だけど、あれで実際グリーンタッチして止まるんだったらそんなに違和感出なくなるかもしれないですね。いやでも本当悪くねえんだよキャロウェイさんボールな。あーうーんいいね、転がりとしてはいいですね。このぐらいでちょっとやっぱコツッと音が出るな、まあ慣れなんだろうけどな。なんか不思議なの、なんかねちょうど1枚ね柔らかい薄皮にこうあの包まれてる感じで、その薄皮を越した瞬間にクンとこう反発が出る感じが出るんですよね。それがね、まあ割と心地いいんだけど、ちょっと音がここまで出るとなあ、まあ全然も全然いい感じ、良いボールですね。もうちょい音消えるといいんだけど、でもこれで LS じゃもっと音するんだろうなきっとな。続きましては MAX LS がどれかな、一番これ左じゃないですか。あこれこれこれあこれあそうですか。やだね老眼ってね。いやーこれがね、俺ね実はこれちょっと打ってよかったんですよね LS で。今ね打っててもらって、あ皆さん聞いててもらって分かるけど、音がそんなにバキャーンとかしないでしょ音が、うん、ね割と低くてちょっといい音するでしょ。さあでスピンちょっと見てみよう。ほらねえそうなんだ、2100回転なんだよね。やっぱスピン量はやっぱまあ LS っていう名前だけあってに抑えられていいよね。もう LSLS だからほらさらに抑えられてね、どんだけ LS なんだお前っていうね、スピン少ない推しなんだっていうぐらいですけど、あのまあああいうスピンが少ないとかっていう風に抑えられてるボールってもう甲高い球の音がするものが多いんですけど、それがないっていうのは今回ちょっと売りですよね。あ反応しなかった。でもね分かるよね、音違うでしょ、うん、バシッって言うでしょ、あのね打球音がすごくいいんだよね。ほらスピンちゃんと入って、それでねいてねスピンがねやっぱり6900回転ぐらいの、うん、だスピンがアイアンの時にさほど変わらないんだよね。だドライバーでスピンがややをちょっと抑えられるのにアイアンでそんなに変わらないの、なんか矛盾してそうでしょ。そうですね、ね、まあこうなりゃ本当一番いいわけ。ドライバーだとスピンが向上すると、アイアンでもう大きくなっちゃうと飛ばなくなるよね、なんだけどアイアンでスピンがこうねかかるっていうのは割といいことじゃない。だからドライバーでスピンがうまく減らせれば、それが一番いいわけね。そういうふうになるのがね。ただ増えたになった時にでも例えばね、前にやったロフト8度にしちゃうとかそういうので賄えたりとかするわけ。うーんそうだからそこは兼ね合いなのね。どこにニーズがあるかなんだけど、もうね圧倒的に今俺はねこの LS の音が良くて結構気に入ってるポイント
で実際にパフォーマンスも非常にこういいです。ね、音静かでしょ。そうですね。ね、こういうなんかこう音で、ボールが打ててるとアイアンなんかだとあうまく打ったんだなっていう気がしてとてもいいですね、はい、ちょっとアプローチいきます。そのラウンドの時にちょっと俺もこの LS を実は打たせてもらってたんですけど、よく聞いてくださいよ。ほらちょっと低いショートが3つの中でね、ほらちょっとコンに近い感じでしょ。こうなると球が前にすっ飛んでいく感じがあんましないの。だからうまくこう拾って打てるし、かつそれでも音が消えすぎてないから球が前って揺れ感じするから安心感もあるね。もともとその、ブリヂストンの、ツアービー X 使った理由もそれドライバーアイアンとかで遜色なかったのが一番大きいけども、アプローチ時に少しだけ高音が残るのにボールがひっついてスッとこう上に上がってくれる感じがあったんで、その辺が気に入って、今回のボールも使ってます。でこの LS がですね非常にこうそれに近いんですね。でね一番はですねちょっとこのパターなんですよ。ちょっとパターもちょっと聞いてください。ほらわかるかな、コツコツって音になる の少し甲高いんだけどコツっていう、だからこうすっ飛んでいく感じがないんだよね。だ本当に今までシリーズの中で本当まあ何遍も言って申し訳ないけどスピンが少なくなるっていうふうに言っているモデルの中で一番音がいい。なのでしばらくこのボール使ってました実は。あ、そうなんですか。 LS でこの試合までに時間がないんでアプローチ練習とかいっぱいできたら多分スイッチできるんだけどちょっとまだそこはできないんで多分今回は BS のボールでいきますけど次期間が空いた時まあそうだな、でもそこ通ると今度また10月に試合になるんでボンボンってすぐ来るからボール変えてるところまで余裕が多分ないんで、まあ、この冬にこの LS にスイッチするかもしれない。ボールってそんなに要は変えられないってことはボールに合わせて調整しなきゃいけないってことですよね。ね一番最初に決めるのってボールなの。あ、そうなの。そうボールを決めてそれからクラブをいろいろテストしてるわけ。ボールに合わせてクラブを決める。そうまずね、まずボールが一つありきでこれは動かさないでっていうふうにやるのがまあ通例なんですよ。だからシーズン中に例えば、まあ、シーズンよくあるのが総合契約、キャロウェイさんもそうね、ボールだけの契約はダメでしょ、クラブだけの契約はダメでしょ、総合契約、そういうメーカーさんが、他にあテーラーはそれに近いか、でもキャロウェイさんってもう、ね、総合契約しなきゃダメっていうメーカーさんでね、でそのメーカーさん、そういうメーカーさんに行くと、まあ、ナイキとかもそうだったんだけど、急に調子悪くなっちゃう人っているの。それでボールがチェンジうまくできなくてで調子悪くなっちゃうっていう人結構いるんだけど、ボールはまず一つ基準として決めてほしいもんだから試してもらって試すって人が多いね。じゃあそれそういう契約に縛られてるプロ選手ってなんか大変じゃないですか。そうね、まあ契約フリーでやっていけるっていうね実力のある選手ならいろいろ試せていいんだろうけどなかなかその辺難しいかもね。そうですよね、変えてだってクラブ、まあ、キャロウェイだったとしてもキャロウェイのボールでクラブだったとしてもそれを全部またなんか合わせなきゃいけないってなるとそう、ね、難しい問題。そうですね、まあ、ケビさんは縛りないから大丈夫ですけど。そうね、本当ね、まあ、気楽なもんですよ。まあ、というようにね、重要なところなんですが、まあ、ちょっといろいろでもね、ボールも変えていくっていう選択肢はやっぱりあった方がいいね。それって初めてゴルフやる人たちは分かんないじゃないですか、絶対に、うんうんうん、ロストボールから始める人もいますし、なんか適当になんかディスタンス系のボールで飛ばしたいからっていう人もいます。そういう人
人たちは何を選べばいいかな、うん、まあね、一般的には曲げたくなかったらやっぱディスタンス系だろうね、スピンが多く、あの スピンが減るから、サイドスピンもね減るから、その方がいいし、逆にシビアにゴルフやりたいって考えてきたら、やっぱもうツアー系のボールにすぐスイッチした方がいい、ね、で、でもよく言うんだけど、例えばじゃあ打ち方がねいつも一定じゃないからボール変えたって、効果出ないよって言うんだけど、でもあなたナイスショットって1個でしょって話なんですよ。ナイスショットした時によりいいパフォーマンス出るもんじゃないともったいないから、せっかくナイスショットしたんだから飛んでほしいし止まってほしいじゃないっていうのを達成するためにギアはとても大事だから、そこにはちょっと気を使った方がいいかもしれないね。やっぱりボールに合うクラブは絶対になるってことですよね。そうね、だからまあ、自分が、まあ、僕なんかはねいろいろこうやってきてて、ある程度自分のクラブって決まってるじゃない。でこのクラブだとこういうパフォーマンスでいい、でも皆さんだったらまあそんなコロコロ変えるわけじゃないから、もう決まってるクラブってあると思うので、クラブがセッティングして決まってる時にはボールを、見直すチャンスだと思ってもらうといいかもしれないね。そんなにボール重要だったんですね。大事です。大事。まあ、今回3つの、種類を試しましたけど、聞いてる話だと圧倒的に LS の方がケビさんにハマったように感じました。そうね、今回はまあ、ちょっと LS がちょっと良すぎるな、 俺との相性がね。でも例えばさっき言ったようにその高音がすごく気持ちいいって人もいるし、あのゼクシオっていうクラブはね打つとパキーンと、あれがすごく爽快感があっていいっていう人が多いわけでしょ。だと LS だけじゃなくて X が好き、ノーマルが好きっていう人も出てくるはずだから、まあほら、まあ、ワンスリーブ買ったって1500円ぐらいでしょ。試すにはちょっといいじゃない。だからいろいろ買って試してみて、ね、その中で自分がいいパフォーマンス出るものを選んでもらえばいいと思うね。いや、めちゃくちゃいい勉強になりましたね、はい、ぜひ皆さんもボール選び慎重になってください。